教育の方、信仰と実学の間で、大川隆法。第4章、教育の理想について。3、先生と呼ばれるための条件。さらに、現在、教師をしている先生方にとって、参考になることも述べておきたいと思います。生徒などから、先生、と呼ばれることは、実に辛いことです。厳しいことです。もし、そう思っていないのなら、甘いと言わざるを得ません。免許状をもらったら、先生になれる、と思っているのであれば、ものすごく甘いのです。日本の教育界は、自分で生徒を集める力がなくても、失業しないように、出来上がっています。一般の会社や店舗であれば、お客様を集める力がないところは、皆潰れていきます。ところが、教育界はそうなっていません。ここの学校に通うように、ということが、地区割りで決められていて、公立学校は守られてきたのです。そのため、教員免許さえ持っていれば、20代でも先生と言われ、そのまま定年まで先生でいられることが多いわけです。一般世間の法則から見ると、お客様が来てくださらないものは、どのようなものであれ、皆倒産します。潰れるのです。しかし、学校だけは、さすがに最近は統廃合も増えてきましたが、基本的にそうなっていないのです。本心を言うと、この人に教わりたいと言って生徒が集まってくるぐらいでなければ、先生とは言えない。それが先生と呼ばれるための最低限の条件である。私は思います。生徒を縛り上げ、逃げられないようにしなければ、教師として仕事にならないというのでは困るわけです。今、学校対塾予備校の競争があり、学校の先生は塾や予備校のことをあまりよくは言いません。塾に行く時間が近づくと、わざとホームルームを長引かせて、塾に行かせないようにし、生徒と紛争を起こしているような教師もたくさんいます。教師の中には、私は塾という言葉を聞くと、もうじんましんが出ます、というぐらい嫌っていて、生徒が今日は塾の日だから、早く帰りたいと言うと、ホームルームを延々とやり、返さないようにする人もいます。そのように、塾と戦っているというか、対抗している人もいますが、それはお客様がいない職業だからできることなのです。生徒から塾に行くなどと言われると、辛かったり、悔しかったりするのはわかりますが、基本的に自力でもって生徒を集める力があるかということが大きく影響しているのです。それを知らなくてはいけません。ただ、これは学校だけの話ではなく、宗教にも言えます。東海でも一定の地域に信者が数百人以上いれば、支部を開いて支部長を派遣していますが、支部長が行くことで、信者がどんどん増えるようでなければ、支部長として本物とは言えません。信者がいるので割り当てられたというだけでは、支部長として十分ではないのです。このように宗教にも同じことが言えます。